はい、コーヒー。どういたしまして。何よ、まだたったの9杯程度でしょ。何その顔は、ちょっと黙ってなさい。ええ、そうね、だからこそ得られるものもあるのよ。そうね、そろそろいいかしら。砂糖もミルクも一切入ってない純粋ブラックコーヒーを10杯。あんたの舌は今や苦味で麻痺した頃合いでしょう。そこでこれ！嫌がらせのチョコレートよ。コーヒーの苦味によってチョコの味などわからない。そう、それでいいの。なぜなら失敗したから手作り。前回はなぜあんなに見事に完成したのか、全く不思議なほど失敗したから。なのでチョコの味がわからぬように舌を麻痺させました以上。何よその顔は。だらしがない、締まりがない、みっともない。え、嬉しい？何が？いや、今のは違うわ。違うの、言い間違いよ。ただの、ただの市販品よ。そこの購買部で19Pで買った代物だから。そんな安値で売ってない？いいえ、売っていたのよ偶然ね。そのあのねえ、帰らせてもらうわ。うん。これで勝ったと思わないことね。じゃあ本当に帰るわ。ああ、それからたかが19Pで売ってたチョコだけど、世界に2つとない貴重品だから。自分でも何言ってるかわかんないけど、とにかく貴重品だから。味わって食べるように。いいわね。ねえ、それからよくぞ来た。貴様一人をここに呼び出した理由は分かっているな。くらえ！どうだ？それでよい。このチョコを見て、うつくなんとかなどと言おうものなら殺していた。まあ、だからこの形状にしてみたわけだが、
様は奴ではなく、うつくなんとかとも言わぬ。その意味においては認めてやろう。貴様は良きマスターだ。だからこれはその評価を形にしたものというか、信頼の証というか、そんなもので。そしてさらに、ただの食い物を送るなど我らには軟弱に過ぎる。なのでこれは鍛錬にも使えるように作った。マチョぐらいなら殺せるはずだ。多分山ごもりなどして鍛えに鍛え、私のように腹筋を割り、その上で腹が減れば食えばよい。この贈り物についての説明は以上だ。貴様が強き戦士となることを期待する。今からでも必死に努力すれば、私の片腕ぐらいにはなれるかもしれんぞ。このチャチャが探してるのに自らハセ参じないとか、タヌキジジイ並みにありえないんですけど。豊臣恩子のマスターのくせに、これは許されざるよね。これは国外ぐらいじゃ済まないし。ましてや殿下が知ったら晒し首かも。こっちこっち、チャチャはここにいるし。誰からもチョコをもらえないかわいそうなマスターのために、チャチャがとびっきりの催し物を用意してあげたし。さあさ、細かいことは置いといて、とにかくチャチャについてまいるがよい。爛漫なこの宴、まさに醍醐の花見の再来よね。とまではいかないけど、結構景色もいいし、割とすごくない？そしてこれ、チャチャの大好物でもあるおしるこ。名付けて、おちゃちゃ特製日輪シルコ。え、チョコじゃないんだって？ふん、違いのわかるチャチャはただのチョコでは飽き足らず、あえてのあんこなのです。違いのわかるパティシエチャチャなのです。ぶっちゃけチャチャもご相伴に預かるつもりだったから、好物のおしるこにしたのですとは口が裂けても言えないのです。わっ、いや、まあ、そのね、あれよね、あれ。マスターったら、どうせ誰からもチョコとかもらえそうもないし、いわゆるお母さんからのチョコ的な、いと哀れなあれだし。もういいから
と食べるがよい。チャチャも隣で食べるし。どうじゃ、うまかったかの。まあ、チャチャがわざわざ用意したんだし当然よね。あ、これっていわゆるギリシルコだし、お母さんにもらうチョコ枠みたいなものなのよね。チャチャに惚れるとやけどするから勘違いしない方がいいし。で、ほら口にあんこがついておるぞ。チャチャが吹いてやるゆえ動くでない。まったく手のかかるマスターよな。ほれ顔をもそっと近う。愚かな子ほど可愛いか。いや、愚かだったのはわらわの方よな。罪滅ぼしというわけでもないが、せめて今生はそなたに寄り添うとしよう。さーて、そろそろ帰るかな。あんまり遅いとまたおばうやあたりがうるさいかも。とにかく生きてさえいればまたこんな機会もあるし。うん、チャチャとマスターの行く末は日輪のごとく輝いてるかも。ご主人、ダメなキャットを許すがよい。カカオマスが、カカオマスが、カカオマスを切っていると涙が止まらぬ。愛とは甘く苦くカレーにも使えるもの、つまり玉ねぎのようなものなのだな。だが結局は私の勝ちと相なった。このスペシャルな一品を受け取ってほしい。そしてこのあからさまな造形について感想を聞きたい。うむ、まさに私を食べてと言わんばかりのチョコなのだな。ところでご主人、私以外のタマモからチョコとかもらってないか。もらっていたら第三次大戦勃発、タマモを殺してタマモも死ぬという新機軸のドラマが始まるのだが。よし、その気配はなさそうだ。しかし他の女子からのチョコはほどほどにな。キャットは寂しさがアップ。
するぞ。